ちは、パンゾーです。今日は天然酵母でパンを作りたいっていうね、初めての天然酵母に挑戦する方に、どんな素材が向いているのかっていうね、どんなものが、使われやすいのかっていうお話をしたいと思います。まずおすすめしているのはレーズンっていうことで、前のね動画でもお話ししたことがあるんですが、その他にどんなものが使われているかっていうことを、ちょっとねお話ししてみますと、甘みの強いものが、パンの、そうですね、天然酵母には向いている、素材には向いているかなって思います。甘みとあと香りですね、香りのいいものはパンと相性がいいので、いちごであるとか、バナナとかでね売る方も多いですし、あと柿とか梨とかリンゴとかっていうのも、よくね使われる素材ですね。であと柑橘類、まあ、みかんとか、まあ、オレンジ、発作類とかそういうものも発酵力が強くて香りがとてもいいですので、向いている果物と言います。あとはその柑橘類で注意していただきたいのは、輸入物だとワックスがかかっている場合がありますので、そういう場合はねちょっと発酵しにくくて失敗しちゃうことがありまして、まあね、ちょっと全部を取り込んで体に取り込んでしまうというので、ちょっとなんかあまりね良くないかなって思うので、なるべく無農薬のもの、ワックスが、ね、かかってないものを選んでいただけたらいいなと思います。はい、あとはそうですね、野菜なんかもね結構使われますね。ハーブとか、ハーブは相性がいいので、パンには使って、で発酵もねしますので、とてもいい酵母だと思います。代表的なものは、そんな感じですかね。外国産を使う場合はその農薬とかにね注意していただけたらいいかなって思います。あとね、ドライフルーツもその、まあ、レーズンをはじめドライフルーツも結構発酵力が強い酵母菌がね残っていますので、発酵しやすいものかなって思います。冷凍したものも使えますので、ちょっとね季節をずらしてその酵母を作りたいなって思うときは冷凍していただくといいかなと思います。はい、今日はどんなものが天然酵母に向いているか、よく使われる素材ということでお話をしてみました。それでは。